の新宗教である信者数は、交渉二百六十一万五千五百四十九人。宗教年間令和二年版における国内信者数は、百十九万七千七百十一人とされている。キャッチフレーズは、インナートリップの霊友会。一九百五十三年、小谷義美が赤い羽共同募金百十万円の横領。 闇ドル入手、贈賄などの容疑で検挙された。この事件では、次の3件が裁判になった。赤い羽募金業務横領事件、霊友会付属、国友婦人会は、小谷を、会長、T を初期として、募金の集計、保管などに従事していた。T は1957年から28年の、募金実額を不正に削減し、一部を、業務上横領したもの。 贈収賄事件、宗教法人認証の便宜を図るため、文部省州務課長、篠原義雄に10万円を贈与したもの。外国為替及び外国貿易管理法違反事件1957年3月5日、東京地方裁判所で、第一審の判決が下された。小谷は1で、無罪、2.3で、懲役1年罰金200万円執行猶予2年の、有罪。 t は1で、懲役8月執行猶予2年の有罪。篠原義雄は終賄で、懲役8月執行猶予2年の有罪。その後、被告弁護側、検察側双方ともに判決を不服として控訴。1959年3月3日、東京高等裁判所は、すべての控訴を棄却する判決を出した。先族用を重視し、両親。 夫婦両人につながるすべての先祖を供養する点に特質性がある。これらの先祖供養は、ホッケ業を宗教的根拠に据えて行われる。霊友会では、自分につながる、父兄、母景僧景のすべての先祖を象徴した、僧海名を前にして、日々、青教官と呼ばれる、ホッケ三部教からの抜粋を中心に編纂された、教官を独唱する。これを、 霊友会では、先祖国と呼んでいる。霊友会からは、多くの教団が分派した。主なものに、名智い教団、仏書五年会教団、立証構成会などがある。1935年には、理事だった、岡野正道が抜けて、行動教団を作り、1936年には、高橋角太郎の霊唱会が、1938年には、 井戸清之の思え親会が独立する。これまで参議院の全国区、比例区選挙において、内田義夫、細川森弘、佐藤真二、町村金吾、片山正秀、大木千景、安西愛子、川上玄太郎、玄田実、田中正美、久関三鷹、石井美智子、清水海横、小野清子、石田正弘大田夫妻といった候補を支援してきた。 衆議院では民社党から自由民主党に転じた塚本三郎などを支援してきた。過去に実施された日本会議のイベントの受付では、霊友会を含む各種宗教団体別の受付窓口が設けられ、参加者を組織動員したこともあることが指摘されている。ありがとうございます。